皆さんこんにちは。アフタービートミュージックスクールギターコーポレーションの滝沢でございます。今回はですね、皆さんの質問に、皆さんからいただいた質問にバシバシ答えてしまうじゃないかっていうような内容の動画になっておりまして、3本ある動画の中の今回の3本目の動画は僕自身のことについていろいろベラベラ喋ってみようかなと思います。で、一番最初にいつからギターやってるんですかっていう話、これ結構よくいただきます。僕が中学校に入ってすぐなので12歳の4月5月くらいですね。で、そこからアコギだったんですけれども、アコギを1年くらいやって、で、リキギター買って、そこからいろいろコピーしててんやわんやっていうような、そんな感じです。一応今27なんで15年間くらいやってるんですけども、なかなかまだまだうまくならなくて困ってます。で、その次、毎日どのくらいギター弾いてますかっていう話。なんて言えばいいんだろうな。僕の稼働日って週に4日なんですね。月木金日なんですけれども、月木金日は、だいたい、開店の11時から夜の10時まで、遅い日だと、午後2時とか3時ぐらいから10時までなんですけれども、まあ、だいたい11時、10時な感じで、仕事を入れちゃうと、やっぱ毎日毎日10時間くらいは弾いてるかなと、そんな感じになっちゃいますね。けど、まあ仕事抜きにすると、5、6時間くらいは、まあ平均して弾いてるんじゃないかなと思います。結構日によってまちまちなんですよね。朝起きて、本当もう夜寝るまで、もうひたすらもうガーッと弾いてる時もあるし、かといって、ね、起きたらもうバイクでブーンって遊び行っちゃって、もう全然ギター触んない時もあるし。けど、一日一回も触んないっていうのは、まあ、そうそうないかなと思いますね。何かしら、すぐここ、ね、座椅子が僕の固定ポジションなんですけども、座椅子に座って、こう手伸ばすとすぐギターがあるような感じなんで、なんかこう、ご飯食べ終わったらとりあえず弾くみたいな。で、タバコ吸う人なんですけれども、なんかこうね、ちょっとこう、扱いだな、タバコでも、っていう感じで、結構いろいろとギターを弾くようにしてるかなと。いうような感じですね。なんで最低でも1日30分1時間くらいは多分手にしてるかなと思います。で、その次、どこでギターの技術や理論を学んだんですかっていう話。これ基本的に本です。正直僕はどこかの教室に属してたわけじゃなく、どこか学校にいたわけでもないんで、全部本でなんとかしてるような感じですね。技術とかは適当にガーッと、うわー楽しいなってやってたら、いつの間にかそこそこ弾けるようになったっていう感じですし、あとは楽天だったりとか、あといろんな教則もあるじゃないですか。ギタリストのためのなんたらかんたらとか、音楽理論とか、そういった本をまあいろいろ買って読んだかなっていう感じですね。結構そういった類の教則本はすごい好きなので、よく買ってました。で、あとはインターネットとか、有名なところだと、ジャズスタイルマスターかな、ジョイさんという方がやってるホームページなんですけれども、高校生とか18、19くらいの時とかよくそのホームページを見て、なんかいろいろ練習したような覚えがあります。あのホームページ確か今もやってらっしゃいますし、素晴らしいコンテンツがたくさんあるので、よかったら興味がある方は見てみてください。そういった本とかインターネットでいろいろと勉強したような感じです。で、その次、教則 DVD って再販しないんですかっていう話です。僕の持っているホームページ、滝沢ギター .com っていうホームページがあるんですけれども、そちらで僕の手作り教則 DVD があるんですよ。なんか初級、中級、上級とか、なんかアコギ編とかいろいろあるんですけれども、それを申し込もうと思ったら、もう申し込み終わっとるやんけ、どないなこっちゃいっていう質問とかメールをすごいよくいただきます。ただこれ申し訳ないんですけれども、ちょっとしばらくはまだやらないかなって感じですね。なんでかっていうとですね、単純にやっぱり、時間がすごいかかるんですよね。いろいろとこう梱包したりとか発送したりだとか、あと投稿の確認したりだとか、通帳見ながらこう、あ、この人 OK なんて、こうポシポシやってるのが、面白いやってるのがですね、結構時間かかってしまうんで、今のところお休みをさせていただいております。まあ、また新しい DVD ができたりとかしたらですね、いろいろな DVD もまとめてお申し込み受付をすると思いますので、ちょっと気長にお待ちいただければなと。すぐには、ちょっと再開はしないと思うんですけども、すみません、気長にお待ちください。で、その次、滝沢さんの動画は多すぎますっていう話。これ、最後の質問なんですけれども、そう、悪い意味じゃなくて、ギ
Twitter 始めたばっかりですっていう武田さんの動画がすごいなんか参考になるので、ぜひともいろいろ見てみたいんですけども、動画が多すぎてどれから見たいかわかんないぜっていう方、これも結構いらっしゃるんですよね。そんな方はですね、竹澤ギター .com じゃなくて、アフタービートミュージックスクールのホームページの方にですね、行っていただくと、メンテナンスとかトレーニング、テクニックっていうカテゴリー分け。で、なおかつここね、三つ星で、一つだったり、レベル1だったり、レベル2だったり、レベル3だったりとか、まあそういう簡易的なレベル分けとかもしてあるですね、ホームページがありますので、ぜひともそちらを参考にしていただけたらなと思います。僕のところのもう本当に優秀なスタッフさんがですね、綺麗なホームページを作ってくれてですね、そんな動画の管理もしていただいてますので、ぜひともそちらで、いろいろと気になる動画をチェックしていただけたらなと思います。結構 YouTube だとね、動画が乱雑に見てしまって探しづらいんですけれども、ぜひともそのアフタービートミュージックスクールの方のギター科のホームページの方でチェックをしていただけたらなと思う感じです。はい。というわけで、まあ、長々といろいろとブラブラ喋ってみました。まあ、全然まだまだ答えきれてない質問もあるんですけれども、とりあえずよくある質問ということで答えさせていただくと、そんな感じでしょうか。いやー、3本の動画ともブラ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 と長く喋りましたね。とりあえずこの辺で終わりにしておきましょうか。僕も少し、喉が渇いたし、お腹が空いたんで、ご飯を食べることにします。それではまた次回、さよなら。